はい、どうもコミです。さて、今日は関西クラクラクラブからですね、僕の攻めをね、ちょっと見てほしいんですけど、アーチャースマッシュですね。スーパーアーチャーを使ったスマッシュ。まあ、結構やってる人はやってるんじゃないかな。オンリーワンっていうクランさんと、この前 JWC で当たって、そこのね、バサンさんっていう方が、これでね、2分の2前回やってくれたんですね。すげえなと思って、使ってみたんですけど、いまいちうまくいかないんですよね、僕がやると。で、悔しかったんで、ちょっと練習してみました。で、練習した中で分かった、その使いこなすコツっていうのがあって、今日はそれもちょっと中心にお話ししていこうというふうに思います。これができるようになると、ボックス配置であったり、あと対策陣って言われるね、タウンホールがこう四隅にあるような配置に対する、攻め方の一個としてかなり使えるようになると思うんで、ぜひね、覚えていってもらえたらというふうに思います。ということで、見ていきましょう。まずこれなんですけども、まあ、対策陣、どうなんだろう、若干なんか回廊って言われるね、タウンホール中央配置にも見えなくもないけど、これに対してやっていきます。で、突破兵器はね、これシューター使ってますが、まあシューターでもランチャーでもどっちでもいいと思いますね。バッサン様両方ともね、ボックスに対する、ランチャーでやってましたね。僕はシューターがここもがっつり刺さるんで噛んじゃった。イーグルとね、投石があるじゃないですか。まあ、グランドオーデンゾーもワンチャンいけるし。まあ、なんでね、ここにね、ぶっ刺していこうと思って、シューターを選んでます。で、グランドオーデンでこの辺ね、削りをちょっと奥まで入れてあげて、スーパーちゃんがこっちにこう流れちゃわないように、ちょっと気をつけました。射程が長いんですよね。5マスぐらいかな、確か。ちょっと、ほんと今度ね、しっかり検証してみようと思ってるんですけど、結構長いんで、サイドカットは奥目までやります。なんで、イーグル砲が壊れるなっていうね、この頃合いを狙ってスーパーアーチャーとしました。こうしないと、イーグル砲とか投石の方に釣られてしまって、で、投石の攻撃を受けてね、スーパーアーチャーが全滅なんてこともあり得るんで。で、ババキンは外周ですね。キングはしっかり外周をカットしていって、こっちもこういう風にカットしていって、スーパーアーチャーをここに誘導します。で、この誘導がめちゃくちゃ大事なんです。今日合計3本リップ見てもらおうと思っていて、残りの 一番最後の1本っていうのは、まあ、ミスっちゃったリップなんですけど、それを見比べてみるとよくわかるんですけど、アーチャーがね、こういう風にこう集中してるじゃないですか。これ密集してますよね。密集したアーチャーにレイジを打つから強いんですよ、この戦術って。で、こいつらがばらけちゃった瞬間に一瞬でいなくなります。これほら、今1体ちょっとこっち側に先んじて行っちゃいましたよね。この1体一瞬で消えましたよね。クロスボウとマルチクラってこうなるんですよね。なので、しっかりこの密集状態でレイジヒーラーでこう回復させていく。この繰り返しができていくと、スーパーアーチャーのね、この、射程範囲の長さですね。これが功を奏してガンガン奥までこう蹴っていくんですね。はい。あっという間にこれ、タウンホールの周辺を壊滅させましたね、この辺ね。ガツーンって。あ、もうちょっと広いかな。この辺から入っていって、このぐらいまでをガツーンって壊滅させたんですよ。スーパーアーチャーが。だここに入って密集者入ったから、レイジプラス、スーパーアーチャーのこの長射程で一気にこの部分を軒並み潰すことができたんですね。これがコツです。結局最後までこうスーパーアーチャーが生き残ってるのは、ヒーラーがちゃんとね、束になったスーパーアーチャーを回復してるからなんですね。まあ、加えて、レイジにしっかりこう全部が乗って、一発一発の威力が上がって、しかも数増えて、ドンってね、最初の1射で、1射を、まあ、4体、5体ぐらいのスパーチが同じ方向にレイジ状態を打つことによって、そこの施設がみんな壊れていくんですよ。で、これがばらけちゃうと、多勢に無勢でアチャが一気にやられちゃうんですね。まあ、それは、一番最後のリップ見てもらうと、まあまあよくわかります。ちょっとでもね、広いとこ行っちゃうともうダメなんですね、これね。なかなかね、デリケートなユニットだなっていうふうに思います。あとね、時間結構厳しいですね、この攻め方。なんで、僕はいつもこの編成で持っててるんですけども、レイジ4発、ジャンプ1発、フリーズ3発、インビジブル1発ですね。まあ、ポイズンにしてもいいかもしんない。フリーズ1枚。これはね、ちょっとね、僕はポイズンにしなかったんだけど、した方がいい説ワンチャンありますね。で、しっかりサイドカットはね、こう、序盤にやっていく。このサイドカットをね、まあ、これはスパーチャーに限らず重要ですね。こういうところとかね、こういうところとか。しっかりカットしておかないと、やっぱりユニットが取れるんで。で、ここにキングを歩かせて突っ込ましていきながら、スパーチャーを、ここにこう流し込んでいきます。ここね、ここ。こういうルートでスパーチャーを流します。で、最後は、ジャンプここに打って、タウンホールの爆破ダメージに合わせられないように、こういう風に、こういきます。こういう風にね。で、こう回り込むって感じかな。もうね、
長射程なんでタンホールとかをたげれば一気に奥を壊すんですよ、こういう風に。なんでタンホールにあえてこれ突っ込ませる必要が全くないんですね。なんで、今みたいにタンホールを迂回するルートを歩かせます。でスーパーボーラーとかだとワンチャンこれたげれなかったりっていうこともあり得るんですけど、スパーチャの場合は余裕でたげるのでタンホール角を通さないっていう、これがめっちゃ重要ですね。で今これ約1分ぐらいおでひとシューターでこう削りを入れました。ここねしっかり削らないとやっぱりスパーチャが取れるので、そこ注意ですね。で、0時状態でスパーチャで一気にこう突き抜けます。これねアーチャークイーンが ね難しいんですね。先にアーチャークイーンを今これ僕慣れてないから出しちゃってるんですけど、あんまやんない方がいいかもしれないですね。先にアーチャークイーン出しちゃうとアーチャークイーン先行しちゃうんですよね。スパーチャよりも射程短いんで、普通アチャクイってね、射程が長いから後ろにいるんですけど、スパーチャの場合別なんですよね。いや、そこちょっと注意がいりますね。はい。で、見てください、これ。全然クロス壊れないでしょ。スパーチャ、レイジがかかんないとこんなもんなんですよ。ほんとこんなもん。だから、きっちりレイジに乗せるのが大事。乗せた瞬間に一気にブワーってほら、この辺とかね、一気に壊すでしょ。だから、数多めのスパーチャをレイジに乗っけるのがすごい大事なんですよ。はい。これもレイジですね。一気にタンホールを殴り倒します。で、爆破ダメージ食らないように外側に逃げるんですが、ジャンプ下手くそだったから変な方向にアチャクイが行っちゃいましたよと。で、束にする利点もう一個あって、インビジブルの呪文の中にこうスパーチャが全部入ると、突撃艦スパーチャみたいな感じになって、無敵状態のスパーチャが四方八方殴るんですね。これをね緊急回避的に僕は使いたいんで、インビジブル1枚入れるようにしました。はい。なかなかどうですか、こういう風に狭い区画をね歩かせるようなことができるとうまくいくんですね、はい、この戦術って。でここをしっかりこう削っておいて、キングもこっちからこう出してるんで、まあ、スーパーチャーがね比較的ここっち一回こうばらけかけましたけど、ここにねばらけかけましたけど中入りましたね。これも結構実は危なくって、このぐらいがいいです。本当はスーパーチャーを歩かせるルートだから、ここの部分いらないんですよね。こういう邪魔な部分があると、スパーチャー変な方向にこう行っちゃったから最後遠くの施設を下げっちゃって、そこから動かなくなったりするんで、そうなるとすごい危険ですね。はい。まあ、これは、アワヤか。アワヤね。前回逃しそうなリプレイでしたけども、なんとかギリギリになったというところですね。ではね、ここまでまあ2本成功と、まあ、その成功させるポイント、狭いところを歩かせよう、レイジに乗っけよう、インビジブルを緊急回避的に使おう、タンホールの、区画には突っ込ませないようにしよう。まあ、この4つをお話しましたけども、狭い区画を進ませよう。これを、誤ってしまうとどうなるか見てもらいたいと思います。こうなります。どうぞ。この部分が広いんですよ。さっきよりもさらに広いですよね。でここをね突破させるのがすんごい難かったんですよね。まあどうなるか見てもらいたいと思います。スーパーチャーの動きと、あとまあこれこけるリプなんでね、先言っちゃうとやられ具合っていうのを見てください。どういう風にやられちゃうか。まずはグランドボデン、オデヒーを使っていきますね。この突撃狙いです。はい。レイジも使って一気に投石を壊していくんですけども、プラン的には、先に言っておくと、ここね、スーパーボールベカで穴開けます。こっちも開けますね。で、キングをここからガーッと歩かして、この投石とアチャクイの方に入れていきます。で、ランチャーをね、こういう風に流していきながら、スーパーアーチャーを、ここからこういう風にね入れていくって、まあそんなようなプランになってます。まあなってるんですけど、全然プラン通りいかなかったですね。これはなかなかひどかったです。はい。まずはグランドボーデンオデヒーできっちりとここを取りたかったんですが、まあ、ちょっとね、こっちが取れるのビビっちゃってすっげー遠回りしますね。レイジを使って大砲までまあおまけに殴ってくれちゃってまあって感じです。はい。投石を狙っていきますね。これ狙って壊し終えたところから用意挑んでいきますので、これでイエティを出して、この部分ですね、6時方面の邪魔なところをカット、ウィザードも加えながらスケルトントラップを処理していきます。でアーチャークイーン出してグランドウォーデン釣ってからスーパーアーチャーなんですけども、これさっき言ったようにアーチャークイーン先出さない方がいいですね。アイスゴーデム出してからスーパーアーチャーっていう順番が多分いいです。じゃないとなんかね、アーチャークイーンが結構やっぱやられるんですね。あっという間にこれ赤ゲージになったじゃないですか。でランチャーでここをねガリガリ削っていきながら、キングを投石の方に入れていくんですが、まあ、これもちょっとねアーチャークイーンにやられます。はい。ここちょっとまあキングとかも見ませんよ。ちょっとねアスパーチャーに注目してもらいたいんで拡大しますね。これがねばらけてるの分かりますかね、この左右に。分かるかな。こことここにばらけてるんですよ、こういう風に。
で、二手に分かれちゃうんですけど、ヒーラーがついてない方、こっちですね。あっという間に、みんな解けます。はい、こんな感じで。一瞬です。で、ヒーラーがついてない方のアチャ軍団が、全滅して、スパーチャが半減するんですね。こうなると、火力低すぎるんですよ。ほら、全然減らないでしょ。全然減らないんですよ。で、こんなことしてるうちに、もうどん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 撃たれまくっちゃって、前衛にいるね、イエティとか援軍で出てきたイエティとかが、タイタンが消え、で、スーパーアーチャーもこのポイズンダメージの中に入っていき、みたいな感じで壊滅状態ですね。まあ、ギリギリね、これ時間切れのところまで持っていけたんですけども、いけたのかな？全滅したかな？多分時間切れだったと思うな。でもこんな感じで、スーパーアーチャーってほんとね、ばらけた瞬間一気に消えるんですよ。これタウンホールのところうまく、アチャクイーンが生き残ってたから良かったものの、クイーンが先行しちゃってやられてたら多分タウンホール取りきれなかったっていう事件もね、ワンチャンあったんじゃないかなっていうぐらいな状態だったと思います。はい。っていう風になっちゃうので、スパーチャを使うときには、こういうね、広いとこは絶対通さないこと。こういう狭いとこから行くべきですね。なんでやるなら、まあ、ここをね、グランドウォーデンと、あと、まあ、シューターとかでこう削っていきながら、こっちからこう行って、こう流すとかね。で、そのタウンホールをかすめるようにこう流していくみたいな。そういう風なプランだったら、まだ良かったかもしれないな、っていう風に思いました。まあ、とにかく広いところはね、禁物という風に覚えておいてもらいながら、狭いところを進める、レイジに乗っける、タウンホールのエリアに突っ込ませない脇から狙う。で、まあ、インビジブモンって言ったりとかしてね、うまく守りながら使っていくと、結構、スーパーアーチャーね、強いユニットだなっていうのは感じられたんで、攻め手がない時にはね、特に今対策陣に結構僕は強いと思います、ぶっちゃけ。こういうね、ひし形配置とか、今みたいなこういう配置とか、回廊には多分あんま強くない。だけども、対策陣系とかね、あとボックスには結構刺さるものは刺さると思うんで、使ってみてもらえたらというふうに思います。ということで、今日はスパーチャの特集やっていきました。いいなと思ってもらえたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最近ね、いろんな攻めをやってるんですけども、またこれからもね、バリエーションを増やしてやっていこうと思うんで、ぜひぜひ楽しみにしてください。ということで今日も最後まで動画ご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。